レース前の選手紹介ラインは、競輪の先方の一つ。2から4人の選手が一列に並んで連携して戦う、先方。一本の線のように見えることから、名付けられた。競輪では、空気抵抗によるエネルギーの消耗を抑えるためや、スリップストリームによる加速などの理由から、血縁、同門、同郷、同地区、養成所同規制同士で、チームを組んで従列を組み、 上位入選を狙う。オリンピックなどでの自転車競技で行われている競輪とは異なり、最大9車立ての競輪競争においては、ほぼすべての番組編成が1から3着までが、決勝に進める準決勝を3レース組み込んだものであったため、ラインが発生したとも考えられる。3人2人2人2人などの4分線は、俗に細切れ線とも呼ばれる。 経輪の創世期では特にラインという概念はなく強い先行選手の後ろに力のある追い込み選手がつく場合が多かった。しかし1983年の KPK 制度導入や1988年に累積事故点の罰則が圧戦停止を含むものになるなど強化されるといった経緯によって現在のような区別のライン形成が定着したとされている。 台を組む目的としては、最高時速70キロにも上るスピードを出す。レース中では、若い頃より体力、パワーの衰えたベテラン選手は特に風の抵抗をまともに受けると、スタミナを早く消耗して、若手選手より圧倒的に不利となるため、体力、パワーがある先行選手に前を走ってもらうことで、風よけになってもらい最後まで自身の体力を温存。その代わりに、 後方からまくり、追い込みする選手を妨害する役目を追うという、ギブテイクが大きい。ただ、ケーリングランプリなど、単発のレースや勝ち上がりのレースによっては、同地区に選手がおらず地区同士で、ラインが組めないケースもよくあり、その場合は大まかに、東日本、西日本単位で、即席ラインを組むか、単独で戦うか、他のラインの最後方に追随するか二番手に割り込むという。 稀なケースでは、同じレースで、ラインが組めなかった、養成所同期生同士が組む場合や、地区が異なるナショナルチームの練習仲間がラインを組む、場合もある。先行選手、追込選手、追込選手の並びが、基本だが、特に勝ち上がりレースでは、先行選手が2人並んで、2段掛けするケースや、逆に、ビッグレースの一次予選などで、上位先行選手、追込選手、回、先行選手という並び。 台を組んだ者の,の先行選手がいない場合にやむを得ず、追込選手の誰かが先頭を走る例も、時折見受けられる。競輪をよく知らない人の中には、後ろの方が、風よけがあって圧倒的に有利だと意見する人がいるが、追込選手はマークする先行選手が、レースで主導権を握ってくれないと、手の打ちようがないし、逆に先行選手は風圧をもろに受けるものの、 自分自身でレースを組み立てることが可能であることから多くの競輪選手はできれば先行で戦いたいと考えるものがほとんどである。実際に前世紀より勢いの衰えたベテラン選手の中にも先行主体で戦っている人もいるようにどちらかというと先行が有利という見方がほとんどである。強力な先行は勝て選手をてこに勝ちをさらう。 晩年のベテラン選手は、小敷きなどと揶揄されることもある。一方で、若い頃に先行して貢献して、地区を盛り上げてきた先輩をたたえ、次の世代の若手がその先輩を引っ張って先行する、という習わし考え方も尊重されて残っている。最終レース終了後、翌日のレース番組発表がなされると、各選手はその場でコメント発表をする習わしとなっている。 各レースの前に行われる選手紹介では各選手が実際にラインを組んで周回することになっておりその段階でもラインの並びを確認することができるが結果として前日コメントと異なるラインになる場合もある。なお単発の企画レースとして行われている競輪エボリューションや女子選手によるガールズ競輪では競輪に準拠したルールとなっているためあからさまにラインを組むことは 反則行為であり、失格となる。遅くとも2020年には7車立てのレースも増えて、スピード化が加速し、3番手の位置を経営するなど、ライン戦の状況に変化が見られてきている。一世を風靡し、ファンなどから特別な名称が付けられたラインとして有名なのは、1980年代に関東、南関東の選手で組まれたフラワーラインがある。 当時無敵の強さを誇った中野光一、井上持ちながらの九州勢に対抗するため、東京の山口国夫の発案で、国夫の弟である山口賢治のほか尾崎正彦、清志島正一、千葉の吉秀人、滝沢正光らが参加して、共闘団結を組んだものである。平成に入ってからでは、1996年のアトランタオリンピックの自転車競技に出場した。 神山雄一郎、十文字高信の,のアトランタラインが知られる。当時、競輪開催強のレーサーだった神山雄一郎が、競輪の先方として、最も有利な番手まくりを十文字高信の,の後ろから放ち、ビッグレースを総なめにしたものである。当時の十文字高信の,のダッシュ力は、凄まじく、どんな似たの選手が頑張っても、 先行して残り半周になるまでは主導権を取ることができたのに加え、まくってきた選手に合わせて神山が発進すれば他の選手は手の打ちようがなかった。同年末に行われたケイリングランプリでもレース前はこのアトランタラインが圧倒的な人気を集めた。ちなみに前世時のアトランタラインを破ったのは吉岡ミノルマ程度であり、二人を破って 高松宮杯を優勝したことがあった。平成の後期、2000年代から2010年代にかけては、武田豊樹と平原幸太の通称、関東ゴールデンコンビが誕生。両者ともに強力な自力を持ち合わせて、臨機応変で前後の並びを変えるラインで、お互いが複数の GI タイトルを獲得した。選手数が、 最も少ない四国地区の選手が同じく選手数が少ない中国地区の選手と組む中四国ラインは日常的に見られている。また、共に選手層はそれなりに厚いが過去の経緯から中部地区、近畿地区による中近ラインも時折見られるが普段は味方ではないため慎重にセンシティブな対応を取る選手もいる。なお、経理にエボリューションと 同じく単発の企画レースである S q ブロック7最終日の6レース内し9レースで実施。ただし2020年下期以降は新型コロナウイルス感染症蔓延の影響もあり行われていないでは北日本、関東、南関東、中部、近畿、中国、四国、九州をそれぞれ1ブロックとし各ブロックから選抜された1名ずつの7名が出走する。 ルールは通常の競輪にのっとって行われるためラインが組まれるが基本的に北日本、関東、南関東、中部、近畿、中国、四国、九州の3つのラインに分かれる傾向が見られている。国際競輪による外国人選手は静岡、伊豆にある競輪学校を練習拠点にしており、それゆえ選手控室の居場所も南関東勢の隣に 位置される傾向にある。ただし、かつては外国人選手と南関東の追込選手のライン連携も多かったが、番組マンの配慮に反してダッシュに離れてしまう恐れなどを考え、2010年代後半ではそうでない場合も出てきている。ありがとうございます。